入れ物投げ銭というものをしよう投げ銭というもの今までね、シナジーオブワールのライブでこう投げ銭とかしたことないですけど、基本的にシナジーオブワールってチャリティーライブなので、あのそこのお店の宣伝とか、お店のことを知ってもらうとか、あのお店の食べ物を食べてもらうとか、コロナ禍であの全然お客さんが止まっちゃって、収入がちょっと減ってしまったお店のちょっとオンラインライブのチケットでそこの支援するとかっていうことを今までしてたんで、投げ銭とかしたことないんですよ。おすげえ、エココすごいな、すごいな、もう今日それで終わる？
次。イエーイ。はーい、一発目いけた、世界とは。音を鳴らす。
足も起きないですね。研修の時にね、僕に。
さっき入れ半時ちょっとだけど完璧に弾いてたと思います。僕は全然できない。宮崎さんはだから自分を変えさせるために下手でいようそういうことで出す意味はまた、ね、あの佐藤さんが出してくる曲って僕知らへん曲多いんで知らない。いつもここに YouTube 聞かせてる、ね、なんで知らないんですか。アニメばっかり見てアニメ好きですね。行きましょうか。もうこれみんな知ってる曲です。よし。次いこうか。大事な
でやればね、半分の曲数ですもんね。半分でやるから、数が欲しい。誰曲数よ。え、あ、言ったらダメ。言っちゃダメですよ。もうまだこんな感じがね、あと、さっきこんなにもあるんだと思わせるじゃん。あらでも、サンドイレールとか、ソータさんの、この、シナジのレパートリー。多いよ。100ぐらい。100ぐらいある100ぐらい。なるでも、カラオケ並みにやってますからね。大体の歌で。そうそう、カラオケに付き合うか。そうそう、僕自殺する。
か階段のジャケットですか。そこまで覚えてない。で次も雨つながりで晴れてるけど、雨つながりで徳永で例に来る。Oh,
なって言ってるんだけど、シングルスで、まあ、売ったら自分のお金にもなるから、押し売りする。だけど、結局、うちらも押し売りしてるな。来てください、来てください。なんか同じことしてるから、言えねえなと思って、やりました。すみません。くだらない話で。最後の、いただきます。さようなら。僕の傘残して駆け出してゆく悲しみ降り出す街中が銀色に煙って君だけ消せない最後の雨に濡れないように追いかけて歌いたくない。
本番です。はい。ずっとこれこの上下ですけど俺は違うんだって言いたいよね
1時間弾くってなかなかね、聴いてる方も1時間弾くってね、大変だと思います。次もね、次の曲もしんどいんですよ、うん、タイガー&ドラゴン、うん、頑張りましょう。
私
バランスこう効くカロリーですね。ストレスのカロリー。これバランス。どうでした？ケーキ美味しかったですか？ね、ぜひぜひ、ね、あの利用してください。はい、ありがとうございます。で次の曲はでも本当はセットリストに入れてなかったんですけど、急遽ラクーンさんが入れた方がいいんちゃうかっていう話で入れた曲なんです。あの飛行機雲。ユーミン、ね、この曲僕ちょっとすごく思い出があって、この歌詞って知ってます？こう雲がこう切れていくみたいな、でちょっと死んじゃうみたいな感じで、僕の昔付き合ってた彼女がちょっと病気で亡くなったんですよ、うん、でその彼女がすごくユーミンが好きで、ずっとこの曲も聴いてて一緒に、だからすごくこうあの思い出深いというか、まあ、その子が亡くなったから僕が看護師になるきっかけになったんです。僕看護